こんにちは、青22号です。青島の24分の1ランブルギーニウラカンペルフォルマンテを作っています。今回は窓ガラスのパーツから仕上げていきます。まずはパーツをランナーから切り離して、残ったゲートをデザインナイフで削った後、断面をペーパー掛けして平らにしておきます。これは断面にパーティングラインが残っているためです。そしてキットに付属のシールを使ってマスキングしていきます。このマスキングはもちろん窓ガラスの縁を黒く塗っていくためのものです。シールは全てのマスキングをカバーしてくれるわけではないので、そういった部分はマスキングテープを使って補っていくことになります。マスキングテープは細切りにして、まずは輪郭を作り、その内側の部分は適当にテープで埋めていくいつもの方法です。幅を2ミリ程度に細く切ることで、通常のマスキングテープでもシワなく曲線になじむようになります。貼った後は先端を細く加工した竹串でしっかりと押さえておきます。細切りテープは長めに切り出しておいて、余分な長さはテープを貼った後に現地でカットします。デザインナイフでカットしますが、この時刃は引くというよりもテープに刃を押し付けるようにしてカットします。刃を引くようにしてカットすると、貼ったテープがわずかに動いてしまうことがあるからです。輪郭の細切りテープが交差するところは、その境目を竹串でしっかりと押さえておきます。塗装した時にマスク漏れを起こしやすい部分だからです。テープが立体交差するところは、そのトンネルを伝って塗料が流れ込むことがあります。竹串でしっかりと押して、そのトンネルを塞いでおきます。細切りテープにより輪郭が出来上がったら、あとはその内側を適当な大きさに切ったテープを貼って埋めていきます。フロント用のシールなどの大きいものはそのまま使うのではなく、一工夫して使います。台紙の上で何本か切れ目を入れて、細かく分割してシールを使います。これはシールの大きさが必ずしもウィンドウのパーツのモールドと一致していないためというのが理由の一つです。そこで直線部分はマスキングテープで補うことを前提にして、シールは角やルームミラー部分の複雑な輪郭の部分のみを使用していきます。シールとシールの隙間は単純な直線となるように残しているので、その部分はテープでつないでいくことになります。というわけで、シールとシールの間はテープでつなげていきます。テープとシールが交差するところはトンネルができやすいので、竹串でしっかりと押さえてトンネルを塞いでおきます。このようにシールを細かく分割することによって、1枚の大きなシールを一気に貼るよりも位置決めがより確実になるということと、シワなく貼ることができるというメリットもあります。これがこの方法で貼る2つ目の理由です。パーツの反対面は全体をテープで覆っていきます。こちらはただひたすら覆っていくだけですが、はみ出しているテープは一応カットしておきます。これはこの後塗る黒を断面も同時に塗っていきたいため、はみ出したテープが残っていると少々断面が塗りにくくなるためです。そしてやはりテープ同士が重なったところはトンネルになりやすいので、竹串で押さえておきます。マスキングが終わったら黒を塗っていきます。塗装するときにエアブラシの向きは、なるべくマスクしてあるところからしてないところに向けて空気が流れるように気を配ります。パーツ表面とテープの間にエアが直接当たるように拭くと、その境界に塗料がより入り込む力が強くなり、マスク漏れを起こしやすくなります。といってもパーツは小さいので、全ての場所で拭く方向を最適にするのは難しいのですが、少しでも気持ち的にそのあたりを気をつけるようにすると、マスク漏れになる確率は格段に下げることができます。塗料の濃度は必要以上に薄めすぎないように注意します。あまり必要以上にシャバシャバにしてしまうと、これまたマスク漏れの原因となることがあるからです。今塗っている黒の部分は、完成後はほとんどの部分が表側に出てくる部分ではないので、塗った表面が多少砂吹きになっても問題はありません。なのでマスク漏れにならないことを優先的に考えます。また必要以上に厚塗りにならないようにも注意します。希釈を濃いめにするということは、
希釈を薄めにした時よりも厚塗りになりやすいということを意味します。厚塗りするとマスクした境界が塗膜の厚みによってギザギザになることがあるので、色が透けない程度に塗膜はなるべく薄くなるようにした方が仕上がりは良くなります。塗装が乾いたらマスクを剥がしていきます。剥がすときに注意すべきことは、剥がすために使うピンセットなどで表面を傷つけないようにするのは元よりですが、こういった透明パーツで比較的広い面積のテープなどを一気に剥がすときは、パーツを割ったりしないように注意する必要があります。同じプラスチック部品でも赤やグレーなどの色がついているプラスチックと全く透明のプラスチックとでは弾性が異なります。赤やグレーのパーツは曲げる力が加わったりしたときにある程度までは耐えることができますが、透明パーツの場合はそれらに比べて限界点が低いので、あっという間に破断したりひびが入ったりします。貼ったテープやシールを剥がすときに思わぬところでパーツに対して曲げる力がかかったりするので、力任せに剥がしたりするのは避けた方が無難です。続いてヘッドライト周りを仕上げていきます。ライトケースのパーツは透明パーツになっていますが、まずはポジションランプ部分のための白を塗っていきます。マスキングしてポジションランプの白だけを塗るのは難しいので、先に白を塗ってからマスキングして残りの黒を塗っていきます。ポジションランプは細い帯状になっているので、マスキングテープをその幅に合わせて細切りにして長めに切ったものを貼って、余分は現地でカットして合わせます。竹串を使ってしっかりと表面に密着させます。白を先に塗ってポジションライトの部分をマスキングしたら、この後黒を塗っていく予定ですが、ポジションライトはマスキングするには非常に細いので、マスキングが綺麗に仕上がるのはあまり期待ができない場面と言えます。そこでマスキングは暫定的なものと考えるようにして、この後に塗る黒はエナメル塗料を使って、塗り分け境界はエナメル溶剤で拭き取りながら境界を整えていくという方法を取ることにします。ラッカー塗料の白で塗った上からエナメル塗料の黒で塗ったところはエナメル溶剤で拭き取ることができます。この性質を利用して多少のマスク漏れを前提にして、後で修正するつもりで塗っていくことにします。というわけでエナメルの艶消し黒を塗っていきます。エナメル塗料をエアブラシで吹きつけるときは、あまり薄めすぎると乾くのに時間がかかってしまうので、希釈は最小限にして塗っていきます。塗装が乾いたらマスクを剥がしていきます。おおむねうまくマスクされているようですが、塗り分け境界がややギザギザになっているのが気になります。というわけでエナメル溶剤を含ませた綿棒を使ってその塗り分け境界を修正していきます。綿棒はタミヤの模型用の綿棒を使っています。ドラッグストアなどで売っている綿棒よりも少し割高ですが、模型製作を前提とした作りになっているので、やはり持ちは持ちやといったところです。硬さは少し固めで、ホコリもほとんど全く出ないようになっているのが便利で、太さも様々な細めのものがあるので通常の綿棒よりも使いやすくなっています。塗装が終わったらボディに取り付けていきます。接着はゴム系接着剤の G クリアを使っています。ここはパーツ同士がそれほどピタリと合うわけではないので、事前に組み合わさり方を十分確認しておく必要があります。このパーツは厳密にはボディに接着するのではなく、バンパー側のみに接着する構造になっているので注意が必要です。また取り付け位置は多少ブレ幅があるので、何度も眺めてバランスを確認して左右対称になるように注意します。はみ出た余分な G クリアは竹串を使って取り除いておきます。そしてメッキパーツを取り付けていきます。このキットには LED を仕込むためと思われるライトケースのような余分なパーツが含まれていて、説明書ではそれらも取り付ける指示がありますが、 LED を仕込まない場合は取り付けてもあまり意味はないので、
今回は省略しています。続いてヘッドライトカバーの縁を塗装していきます。透明パーツの断面を黒く塗ることでパーツの厚みを見えにくくします。マスキングは特にせずにエアブラシを断面に向かって拭いて、それ以外の面になるべくかからないようにしながら塗っていきます。塗り終わったら断面以外の面をシンナーを含ませた綿棒で拭き取っていきます。塗った黒はラッカー系の塗料なのでシンナーもラッカー系のものを使います。ただしそのシンナーは少し弱めのものを使います。具体的には今回はガイアノーズのブラシマスターを使っています。実は同じラッカー系のシンナーでもメーカーや銘柄によってシンナーとしての強さが微妙に違います。例えばフィニッシャーズのピアシンナーはやや強いシンナーなのでプラスチックを多少溶かす力があるので、こういった場面で使うには不向きです。またこういった場面でエナメル系の溶剤も不向きです。エナメル溶剤で透明パーツを拭くと白く曇ってしまうことがあるので、こういった場面ではラッカー系を使います。接着には G クリアを使います。接着白が全くないので断面に G クリアを塗って接着します。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。